サザンヤはアメリカ合衆国ケタッキー州フローレンスに本社を置く貨物航空会社アトラスやワールドワイドホールディングスの子会社の一つであるサザンヤは1999年3月5日にサザンエアトランスポートの資産から設立された1999年11月より本格的に運航開始2007年9月7日オークヒルキャピタルパートナーズは サザンエアの過半数の所有権を獲得し、カーゴ360を吸収した。これによって、サザンエアは700人もの従業員を確保するまでに急成長した。2010年初頭に、サザンエアはボーイング777回を2機導入。同社は、この777回の航空機リースを世界で初めて行った航空会社でもある。二千十一年になると、同社は、 ドイツの DHL アビエーションと契約を結んだ。777回を運行することで、シンシナティ、バーレーン、香港、アンカレッジなどをハブとした。こうすれば、DHL の夜間宅配サービスを増強することにもなるためである。実際、DHL が顧客に提供するパッケージの配送オプションを増加させた。同年、サザン屋はそれまで保有していた。 ボーイング747から200回、747から300回、747から400バイト DSF などの機材を順次退役させていった。2012年9月28日、同社はアメリカの裁判所に破産保護を申請し、翌年初頭に破産から脱却。2014年になると、 ボーイング737から400の旅客型を貨物型へと回収した機体を動き導入した。2016年4月7日、親会社のアトラスエアワールドワイドホールディングスはサザンエアを1億1000万ドルで購入。この取引にはワールドワイドエアロジスティックスグループなども含まれた。2017年アトラスエアワールドワイドホールディングスは フロリダウェストインターナショナルエアウェイズを閉鎖し、営業許可証もキャンセルした。なお、現在は、大韓航空、マレーシア航空カーゴ、エチオピア航空、サウディア、ASL 航空ベルギー、UPS 航空、センチュリオニアカーゴ、アメリカ国防総省など、チャーター便を契約して運航している。ソビエ、ブレンダン、サザンエアツースターとリプラッシング747。 クラシックスウィズ747から 400SFS。flightglobal.com。2019年10月7日閲覧。アエデリバーズサード DHLB737 から 400SF11。パレットコンバージョン2サザンエアー。2019年10月8日閲覧。アトラスエアーワールドワイド2アクアイア。サザンエアーホールディングズインク。 www.busineswire.com2019 年10月7日閲覧サザンエアーフリートディテールズヒストリー w w w p l a n s p o t t e r s n e t 2 0 1 9年10月7日閲覧プロダクションリストサーチ2016年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ 2019年10月8日閲覧、ありがとうございます。